あれ？はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。今作モダンオフェア3はシリーズとして初めて前作からね、武器が引き継ぎできるようになりました。ものすごい数の武器アタッチメントがね、使えるようになっております。基本的にはね、現状の武器バランスではモダン3武器の方が強いんですけど、まあ一部武器は前作の武器でも強かったりするらしいんですよ。で、今回このアサルトライフル、モダン2のアサルトライフルからチメラくん、過去作でも人気が高かったハニバくんですね、アサルトライフルにデフォルトでサプレッサーがついてるっていう、まあ有名な銃なんですけどね、こちらが何やら強いらしい。この武器のね、結論カスタム作ってまいりました。カスタムに関しては動画の最後に、紹介します。っていうのもね、動画の中でコロコロカスタマイズを変えて結果的に、最後のカスタムにたどり着いたので、最後にね、紹介したいと思います。それでは、動画へレッツゴー。これ途中参加っぽいなー。ほら。なんで今日こんな、途中参加な、もうほら、今日ひどない?なんか、もうこっから勝てるでしょってこと?そういう、あれですか?もうバランス調整ですか?これ。そういうことですか?やってやろうじゃないか、じゃあ。AR と SM じゃ間ぐらいだから、ちょっと距離詰め気味で。ここ当てるとめっちゃいると思う、ここ。ああ、でも、いや、どう強いのかこれ。わかんねえ。まあ、もうちょっと使ってみよう。あの、確かに、溶けてる?ああ、強いかもしれん。センター横やりし、行こうか。あの距離は、ちょっと厳しいけど、まあ、でもやれなくはないですね。オッケー、やれなくはないですね。うわ、そこ倒してから渡りたいけど。あれ?あ、強いかもしれん。あ、強い、いや、強い。あ、強い。どっちだ、これ。あ、強い。強い?オッケー。わ、UAV 欲しい。センターも開いて、正面か。とりあえずアドバンスを出そう。オッケー、アドバンスを出した。これ登ってきてるね。マジで ?UAV 出てたんかな?今行くぞー。弾がない。弾。アドバンス UAV 終わる。もう UAV も重ねちゃって。いやでも、強いかも。これ。あ、これ待って、リスやばいな。ちょっと弾がない。弾回収させて、ちょっと。スイートル出たかな。正面出す。後ろ見よう、これ。おお。これみんな、見つけちゃった？これとんでもないプレイ、これとんでもないプレイ出てますよ、これ今、これ。
わー、マジか、やられちゃった。いや、待って、逆転いける、みんな、これ。これ、これ、これ、これ。正面も味方いるから。あ、敵いる。センターだね、これじゃあ。どうだろう。カスタムもうちょっと、なんか見つかりそうではあるけどね、これ。正直。めっちゃ湧いてくると思う、これ。後ろ。やばいやばいやばい。めっちゃ無双じゃないこれ。これ敵の？味方のだ、味方の。乗りたいけど、目の前いるな。目の前と後ろも湧いちゃったか？一旦そこやるじゃん？弾がないんだよな。これ右から行くしかない。いやー、これ無理か、リス。リス遠すぎたな。あ、これ敵リス飛んでる、飛んでる飛んでる飛んでる。敵リス飛んでるわ。いや、ナイス、いけいけいけ、味方。一発当ててくれ。ナイス？ノー！ あー、マジかー。これはもうハニバ強いということでよろしいでしょうか。これまだ何かできそうな感じは確かにあるんだけど、いやー、 MTZ には勝てないか。どうだろう。あのアタッチメントがだいぶ不自由です。ちょっとヘンテコなカスタムにしないとちょっとバランスが悪いんだよね、どうしても。マガジン、そう、確かにマガジンは増やしたい感じはある。どう、これ、これでどう。あれ？あれ？みんなこれ、あれ？みんな、これ、また見つけちゃった？ほら。ほら！え？拡張大正解かもしれん、これ。そう、来る。ほら。そして何よりも一番大事な部分、使ってて楽しいです、この武器。まあ見た目がかっこいいってのもあると思うけど、まあハニバね、もともと人気も高い銃だしな。ラストマグ、オッケー。マジ言ってるこれ。何が違うんだ？やっぱレートが大事なのか？いや、こんだけさ、今作武器がいっぱいあるから、いい武器見つけたとき楽しいね。バレルを外すと、まあデフォルでサプレッサーがついてるんですよ、こいつって。だからまあ見た目としては、このバレルをデフォルトで、正直あんま横移動はね、多分こいつ早くできない。横移動性能は、多分このままで、ファイトはなんか薄い方が似合う。ちょっとこれ、あ、いいかもしれん。みんなこれ。見た目最高じゃないこれ。ただ弾速は落ちてるんだよな。どうしても。バレル外してる分。A サイド取れそう。リロード ?A 取ろう、A 取ろう。OK？ え、これ来たかもしれん。この使い心地来てるかもしれん。この弾数ならいける。ミスった、めっちゃミスった。耐えて耐えて、ビリ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 。どうや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 、やべ、スタンが痛い、スタンが痛い。でも、なんで RPG 飛んでくんだこれ、さっきから。危ない。おぉ。これ B、B 触りたいね。
ディスカット。ガンシップ、嘘でしょ。この距離もいける。よー、いや、これ出ましたね。この武器の結論構成。今んとこ、こんな感じですかね。カスタム構成は。バレルつけてない分、中距離、遠距離弱くなってるんで、バレルつけた方がいい気もするが、近距離戦ならこれで十分強い気がします。じゃあ、今日はお疲れ様でした。ですかね。高評価ぜひお願いします。